こんにちは、ゆうです。ご視聴ありがとうございます。本日のテーマは自分の魅力とは自己 PR というテーマで見ていきたいと思います。選択カードは新しく新入りで入っていただきました、こちらの C ソウルジャーニーオラクルカードで見ていきたいと思います。はい、こちらから ABC でご用意しておりますので、好きなカードお選びください。はい、そうですね、こう新しいカードなので、いつもそうですけれども、翻訳しながらゆっくり見ていきたいと思います。そんな感じでね、はい、皆様ご自分の魅力を知って、こういう PR をしていくとねいいんですよみたいなので、はい、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは A を選んでいただいた方見ていきたいと思います。キュリオスが出ております。キュリオス、はい、本日のテーマは、自分の魅力とは自己 PR というテーマなんですけれども、自分の魅力はね、奇妙なんですよ。はい、奇妙なところなんという感じで出ております。はい、で、その自分の中にある奇妙さ、なんかその珍しい部分っていうんですかね、まあ、変わってるねと言われたりとか、独特だねと言われたりとか、なんかまあ珍しい部分っていうんですかね、だからまあ人とは全く違う部分っていうのをあなたは魅力として、それを開け放していく、それについてもっとこう、追求していくっていうことが、とても自分の魅力として、はい、いいことであって、私にはこのような、まあ、魅力を持ってますっていう風にした方が、はい、いいんだよっていうことで言われてます。はい、でそんな、A さんの現状ね見ていきたいと思います。はい、フォアギブとラバーズの逆位置ですね。 May you let it be。 はい、そうですね、なんか最終チェックに今入ったっていう感じなんですかね。なんか現実で生きていく、まあだから例えばその自分の、奇妙な部分、自分、まあ他の人からしたら珍しいであろう価値観とか、なんかそういう世界観っていうのを、どちらかというとこの世の中的な社会的な方に合わせて生活していたとか、本当はなんかこう独特なことをする方が向いてるんだけれども、それをするよりもちょっとそっちで修行してたっていうのかな。でももうどれだけ頑張ってそうやってこう、なんて言ったらいいのかな、社会と足踏みを合わせて、歩幅を合わせてやっていく、そっち側に向かって進んでいくことを、何をしてももううまくいかなくなってしまったっていうのかな。もうその修行は終わらせていいというか、もう許してやれよみたいな本当の自分で生きることを許していこうぜみたいな、まあだからそのね、ちゃんと会社に入って正社員じゃないとダメよみたいな、ね、ご家庭だったりとか、多分その幼少期からね、その多分独特な行動をしたりとか、そういう性質を持ってらっしゃる方だと思うので、それによって、まあ、ご両親だったり周りの大人たちが、あなたはこうやってみんなとは違うんだから、みんなよりも人一倍ちゃんとしないとダメなのよみたいなことを言われてしまった方なのかもしれません。でも本当はそうじゃなくって、あなたみたいな人があなたができることをこうねやるために、そうやってこうみんなと一緒にしないようにならないような、こう魂とか肉体を持って生まれてきてるんですよね、そういう性質を持って。はい、なのでなんかこう今本当に軌道修正がめっちゃ入ってて、自分に合わないことをしていたらすぐトラブルに発展したりとか、嫌な思いをさせられることになったりとか、なんでお前はそんなでこんなこともできないんだって言われるようになったりとか、なんかそういうことが現状で起きてるのかなと思うんですね。だから仕事でもずっとやってきてたのに、なんかなんだろうな、なんか自分が悪いのかなじゃないですけれども、なんだろうみたいな、もう転職した方がいいのかなって思わされるようなことが起きてたりするっていうのは、本当になんだろう、
あなたの本当の位置に戻るためにそうやって軌道修正として入られてるのかなっていう現状がね、はい、だからもういいかなっていうふうに思ってる方たくさんいるんじゃないかなと思います。今まで頑張ってきたけどもういいかみたいな、なんか好きなことしちゃおうかなみたいな、どうせならみたいなふうに思ってきてるかもしれません。はい、でそんな A さんの、自分の魅力、自己 PR ね、はい、まあこういうふうにね、まあ次、まあ転職したいっていう感じで出てたので、するにあたってとかね、うん、どんな感じでPR していけばね、うまくいくのかっていうので見ていきたいと思います。フルイドとデスの逆位置。フルイド、これはなんていう意味なのかな？体液、液体、液状。名誉、シフト&トランスフォーム。はい。なんか液体、本当にこう、なんかお水のような方なんですかね。水の性質を持ってる方なのかもしれません。なので、まあそこに行けば、そこに、まあ、すぐ順応できるというか、そこで生きていくことができるし、他の人が難しいっていうことも結構そつなくこなせたりとかできるんですね。でもその分染まりやすかったりとか影響は受けやすかったりすると思います。何にでもなれるけれども何にでもなってしまうみたいな、なんかそういう感じなんですね。だから今ちょっとその現状からのエネルギーで多分でそういう風に出ちゃってるんだと思うんですけれども、そう、なんか不純物が入ったりとか自分にその悪影響となるようなことがあったらすぐ拒否反応が出てしまうのかもしれません。今までだったら何がいいか悪いかっていうのを判断する材料がなかったので、まあだから何も知らない時って、大気汚染とかなんかそんな感じで水汚染わかんなくなっちゃった。なんかそういう感じで、まあ海に何でも流しまくってみたいな感じでやってたじゃないですか。時代、そういう時代もありましたじゃないですか。みたいな感じで、A さん自身もなんか自分に対してそういうことをしてしまってた期間もあったのかなと思います。はい。でも、なんかそれが自分にとって良くないというか、なんかすごい違和感というか、悪い影響、まあだからその病気になったりとか周りの植物がだんだん枯れてしまったりとか、はい、だから植物育てようと思っても全然うまくできないとかだったりとかね、はい、なんかそういう感じでちょっと汚染されていた部分があったと思うんですけれども、でも汚染されずに綺麗な流れで、なんだろう、めちゃくちゃ綺麗な水辺とか行ってもらうと本当に綺麗じゃないですか。その周りにある全てのものを映し出して本当に美しくなりますよね、綺麗なところだと。はい、なので自分にとっていい環境にいるとそれを映し出すものとして、まあそれをいい影響も受けるし、みたいな感じで、だからまあ山を越えてとかだとここのお水にはミネラルがなんとか含まれてなんとかかんとかみたいな感じになったりとかね、本当にね、遠くから汲みに来る人が来たりとか、なんかそういう感じなので、そう、磨けば磨くほどっていうかな、クリーンにすればするほどっていうのかな、自分に合う環境で、良い流れで過ごしていると本当に綺麗にいられる方なんだと思います。はい、だからすごくこう表裏一体なところですよね。なんか自分で自分のそれをしっかりできればめちゃくちゃすごい方になるのかなと思います。はい、めちゃくちゃ綺麗になる、クリーンになれば遠くからでもどんな場所にあろうとも足を運んでくれる人々、求めてくる人々が、はい、増えるというか、そういう人がね、いますからね。はい、なんか本当に秘境みたいなところにね、ある綺麗な池とかもみんなね、苦労しつつも行ったりしますよね、みたいな感じで行ったりとか、はい、なんかそういうそのぐらいの、
エネルギーは秘めているということなんですね。はい。うん、ただ今ちょっとよどんでしまってるんじゃないかということで、はい、なんか物足りないっていうのはそういうとこなんですよね。はい。そう、だからまずクリーンにすることをしないといけないので、ちょっと次の展開まで時間はかかるかもしれませんね。浄化するのに結構時間かかっちゃうのでね。みたいな感じで。まあでもそれが終わりさえすれば、浄化できさえすれば、めちゃくちゃいいところまでいけるので、なんかそのつもりでちょっと自分をね、こう作っていただくといいな、計画書を作っていただくといいんじゃないかなと思います。はい。そう、なんかそのお水を浄化する時に生まれるエネルギー、その浄化するのに使うエネルギーとかで、そのエネルギーを使って発電したりとか、なんかそういうのとかも結構あるので、なんかそういう感じで自分でやっていくお仕事っていうのかな、なんかそういう感じで、考えるというか、検討していただくといいんじゃないかなと思いますね。うん。そう、だからアイドルとか結構そういう感じですよね。若い時から、だんだん成長していくにつれて、すごい努力、磨くための努力をすごくする。で、そこで生じるエネルギーを、そういうファンの人たちが、すごい素敵、頑張ってるみたいなので、供給としていただいてるみたいな、なんかそういう形にね、なるのかなというふうに、はい、思いました。はい。で、アドバイスね、そんな A さん、今どうしておくといいのか聞いていきましょう。はい。アドバイス、ジャスティスとスペース、 May your heart and your scope expand。 また翻訳させていただきます。ハート、モンド、心とあなたの範囲を広げましょうということなんですね。うん、まあスペースを作りましょう。余裕を持つとか、空間、自分の空間を増やすとか、なんかね、こうでなくちゃいけない、こうしなくちゃいけないみたいなの、まあ冒頭でもね、なんかありましたよね。あなたはこうだからこうしないとダメよみたいな。まあだからその、こう衝動でね、動いてしまう子とか、なんかこう危険なものに手を触れてしまいたくなる子供とかいますよね。なんかそんな感じで、そういう、突拍子もないことをする、なんか奇妙な性質を持ってる子だと、そうやって何かこう危ないことをしてしまいがちなんですよね。で、それ、そういうその個性なんですよね。それが長所につながるんですけれども、でも子供の時って本当に危ない危なくないの判断ができないので、どうしても親が強制してしまうんですよね、そういうことに関して。はい。だから思ったことを何でも言ってしまう子とかがいたりすると、絶対にそんなこと言っちゃダメ、もう人の前でそんなこと言っちゃダメよとかって言うと、やっぱいつまで経っても、あ、思ったことを言っては絶対にいけないんだって思ったりとか、うん、こう何でもかんでも触るなって言われたら、あ、私はこれに興味あるけど触っちゃいけないって言われたから、この興味心、好奇心を消すしかないんだとか、消すことが正義なんだみたいな、なんかちょっとそういう風な、洗脳っていうんですかね、なんかこうフィルターですよね、ロックがかかっちゃってるんですよね。で、それをね、外していいですよって教えてくれる時って来ないんですよね。はい。自分で判断できるようになったら別に外してもいいんだけれども、いつまでもいつまでも許可が下りないので、うん、だからつけた人がね、こう、もう外していいんじゃないとかって言ってくれたら分かりやすいんですけれども、そういうわけにもね、いかないので、結局、あれ、なんかそんなことあったけど、これってどうしたらいいんだろうみたいな。まあでもこれ正しいことだって教えてもらったから、正しいことなんだろうな、みたいなのが、ずっとずっとあるみたいな感じですよね。はい。になってしまってて、で、そうすると、本来あなたがやるべき、その個性を使って、自分のその使命を果たさないといけない時に、使えなくなってしまったりっていうのかな。はい。なんか、
追い込まれたりとか追い詰められたりしたらそういうのって出てくるんですけれども、今のねこの日本だったり普通の生活をしてる中であまり追い込まれることってないんですよね。なんかまあ精神的に追い込まれることはたくさんありますけれども、それそうならないと本来の自分になれないぐらい、みんなこう忘れさせられてるというのかな、みたいな感じになるんですけれども、別に追い込まれなくてもなれるのであればなった方がいいので、でそれでもなかなかできないなって人は自分で自分を追い込んだりする、といいのかなって感じですかね。はい、自分でその獲得するためにやっていくといいのかなって感じですね。だから自分が今持ってる正しさが本当に正しいことなのかどうなのかしっかり判断できるような、なんかこう思い切った行動とかしてもらえるといいかなと、いい方向に進むかなと思います。はい、で、結果ね見ていきたいと思います。はい、ワイルドとスターの逆位置ですね。はい、May you express all that you are。スターの逆位置なので、そうですね、なんかね本来はそんなに悩まない方がうまくいく方なんだと思います。なんかさあやるぜみたいな、今やりたいと思ったからやるぜみたいなことをしたりとか、ワイルドにね、こうスピーディーにやるといい方なんですよ。だからなんかその仕事の中でとかでもう慣れてしまったこととかだったらポン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 ってやればね、すぐできるから、そうやってねこう仕事早くていいですねみたいなことになってると思うんですけれども、現実的なことってそれが正しいことなのかどうなのかっていうのですごい考えさせられる時間が多いじゃないですか。本当にこれでいいのかな、これでやって大丈夫なのかなとか、なんかそっちの方にすごい気を取られすぎてて、でも人生だってこう先人たちがこうやってやったらこうなったよみたいなのがあるから、私たちはそれを参考にやってってますけど、別に A さんが先にやってみて、あこれはこうだった、違う方あ合ってたとかっていうのをやる側になっても別にいいわけなんですよね。こうなったらこうなるかもしれないから、こうなったらこうなのかなって考えてるよりも、あなたはまあ試してみよう、私がやってみようみたいな風にしていく方が向いてるので、そうだからどうかなどうかなとかっていう風に考えるよりも、もうなんか答え知ってるというか、答えを探しに答えを知りに行きたいみたいな気持ちがあるのかなと思うので、なんか衝動的なこととかは全部ね、本当に子供時代を思い出して、そんなことやっちゃダメだよみたいなことをやる、でどうしてそれをやっちゃダメだったかっていうのは自分で自分に思い知らせた方がいいのかなと思います。なんか誰かの意見とかそういうこう固定概念からそれはダメみたいな風に思ってたんだったら、なんでダメだったのか分かんない、じゃあ自分で何がダメだったのか思い知らせる、むしろやってみてねダメじゃなかったじゃんみたいな風な結果になるかもしれないので、なんか思い切りできるタイプの方なので、その思い切りがあるのなら、やる方が、はい、絶対にいいですし、そうやって同じようにしてる人たちにね良き影響を与える存在になるかなと思うので、ちょっとやってみていただきたいなと思いますね。はい、すごくパワフルな方なのに自分でよどんでしまってるかなっていうので、よどみ厳禁ですね、はい、液体はよどみ厳禁なのでね、もう動かさなくちゃいけないんですよ。はい、動かしておけば綺麗なんですよねお水は。はい、なのでなんかそういう感じでどん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 動いていくことの方がいいかなと思います。はい、以上、を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。はい、それでは B を選んでいただいた方見ていきたいと思います。本日のテーマは、自分の魅力とは自己 PR というテーマでね見ていきます。はい、B さんの自分の魅力は Hope、 希望を持っている。
はい、May the horizon always sustain you。 はい、ということなので、水平線、うん、なんかあなたにとってのそのなんか、ね、あるんでしょうね、こういう線が。はい、希望として何かこう、ちゃんとラインがあって、それがあるからこう頑張っていけたりとか、それによって保たれている。はい、だからこう健やかなる時もやめる時もみたいなのも、そのあなたにとっての地平線、しっかりとこのラインが定まっていらっしゃるので、こう希望をなくすこともなく、なんかこう希望を持ちすぎて空回りするわけでもなく、本当にあの保たれた状態で、はい、やっていける方なのかなということですね。なのですごくこうビジネスとか、まあ、いろんな面で成功している方なんじゃないかなと感じ取れます。はい、でそんな B さんの現状をね、見ていきたいと思います。はい、カレージアウスはい、はい、空気じゃない、勇気のあるカレージアス、はい、カレージアスですね。May each breaking wave build your courage。 はい、なんか現状がめっちゃ打破されたというか、ボキッと折れたというか、なんかいい意味でも悪い意味でもすごいブレイキングダウンみたいなそうなったっていう感じが出てるんですね。うん。だからなんだろうな、今まで保とうとしてきたものが、それはなんか本当の自分に必要なことではなかったから、崩れたっていうのかな。うん。で、まあだからその表面的に繕っていたものが崩れるしかもうなくなって、ああもう自分はこうするしかないんだなって思わされるような、自分にはこれだけなんだ、なんかわかんないですけど、縁がなかったなみたいなことだったりとか、失恋とかですかねとか、まあ仕事とかでどうしてもこれ頑張りたいなって思ってたこととかも、まあどうにもこうにもならなかったっていうのは、まあ仕方ないか、もう向いてなかったんだみたいな、はい、なんかそんな感じで、ふうみたいな、なんかこう諦めるじゃないんですよ、仕方ないなみたいな感じになったかなっていう感じ。はい、もう砕けて散ったみたいな感じですね。はい、な現状がありました。はい、なんだったんでしょうかね。はい、でそんな B さんのその自分の魅力でね、 PR していきたい部分っていうのをね、聞いていきましょう。はい、バランス Way you find equilibrium in motion。 なんだねそれは、難しいですね。エクイリブリウム、平行。あ、すごいですね。ラインって出て、平行ライン、そう。平均か、なんか釣り合い、そう、線なんですよ。本当に、この一定のラインが保たれるっていうことが、本当に B さんのすごい魅力なんですよ。なんかまあ、冷静沈着とかなんかそういうのもあるかもしれないですね。良すぎにもならない、悪すぎにもならない、本当に、綺麗に保たれてるんですよ。そう。だから、まあ、たまにね、刺激的に生きてらっしゃる方も、こうジグザグでね、生きてる人とかもいますから、ああ、なんかそういうのも楽しそうですね、みたいな感じで見たりすることあるんじゃないですか。でも、B さんは本当に綺麗に、はい、平行が保たれてるんですね。うん。でもそれって、なろうと思っても、誰もなれるもんじゃないんですよね。修行してもなかなかなれるの難しいんですよね、そういう風になるのって。性質なのでね。そう。でも絶対何するにも、
一番いい状態でというかね、すごい集中力高かったりとか、だから研究者とかそういうなんかあの技術者というんですかね、なんか細かい作業だったりとか、うん、本当に集中して何かを作り出すとかっていうのにすごい向いてたりするのかなと思いますね。職人って感じがしますね。うん、まあ、だからその毎日毎日に、和菓子をね作るにあたって機嫌が悪い日とかだったらちょっと力を強く詰めすぎちゃって形がねいびつになったりとか良くないじゃないですか。なのでそういう面では本当に B さんみたいな人はね、あの向いてるんですよ、常に一定の状態なので、何があっても、はい、というような、はい、方なんですよね。うん、だからまあその自分にね合ってない場所にいたりすると、なんかそのそれが面白くないとかじゃないですけれども、なんかその接客業っていうかその営業とかだと常にあの冷静沈着でお話ししてても、やっぱりこうお客さんの心をつかむのはちょっと難しいかもしれないんですよね。やっぱこう真顔でずっと淡々と説明されてもあれですけれども、そういう本当に職人系とか、はい、あのこう一定のことをばらつきがなくできるみたいなことをすると、本当にもう右に出るものはいないみたいな状態なんですよね。はい、うん、なので本当に、すごく、うん、あの仲間に入れたいタイプですね。パーティーに絶対一人は欲しい方ですはい、っていう感じですかね。うんうんうん、でなんかちょっと慎重派なとこだったりとか、まあ、お金のこととか、まあ、人間関係のこととかももちろんそうだと思うんですけど、その慎重なんですよね。このバランスを崩すようなことを起こしたくないっていうのを基本的に考える方だと思うので、うん、だからあの本当にいいんですよ。うん、だから営業っていうよりかはなんかそのちゃんと会議でお話しする人っていうか説明する人とか、なんかそういう方な、はい、方面ですごい向いてるのかなという感じですね。はい、なんか同じようでもなんか全然違うので、だから新規獲得っていうよりかは、ずっとリピーターさんを長く保っていくみたいなことが向いてますみたいなね、そういうことでも言われてるかなと思う。本当に一定でね入れる、だから何回も何回も何回もこう繰り返していても初心と変わらない状況でねできる方なので、そう実際はすごく素晴らしい方なんですよ。でもなんかこう初回も同じなので、初回もちょっと来てほしいよなみたいなこととかね、初回もちょっと頑張ってほしいなとかあったりしたら難しいかもなので、本当に自分のねあの魅力とか自分のそのこう良き部分っていうのを理解して、まあそれをこう求められているような場所とかそういうお仕事をすることがね一番いいんじゃないかなと思いますね。うん、そうだからあれですかね、なんか失恋の感じもあってたんですけれども、本当になんかあなたといてもつまんないみたいなことを言われるのが多いような方なんだと思います。でも実際 B さんみたいな方と共に人生を歩んだ方が最初と最後一緒なんですよ。ね。みんななんかこう付き合ってる時は良かったのに結婚したら全然何もしてくれないわみたいなのとかねあるじゃないですか。なんかそんなんがないんですよ、ずっと同じなので。はい、なので本当にあの最終的に得をするのは B さんなんですよね。うん、だからまあそれを分かってくれる、それを評価されるような場所に自分が行く、ちゃんと使っていく扱っていくみたいなことをすると、はい、良いですよということで言われてます。でアドバイス見ていきます。はい、もっと良くなるために今しておくといいことはジャスティスの逆位置とスペースですね。はい、そう、余裕を持つ、心の余裕をねいっぱい広げていくといいよということで出ております。はい、なんかねこう、まあ一定っていうこと、平行なんか本当にあの均衡が保たれている方なので、それが崩れたりするとすごくこう困るんだと思います。はい、うん、だからまあ几帳面のとこがあったりとかするかなとは思うんですけれども、なんだろうな、この
だから例えばこのね、ここの画面上でちょっとこのカードがずれてたりとかね、こんな感じで置いてたりとかするとすぐこう整えたくなってしまうタイプの方だと思うんですよね。うん、そう、こうやって見てたらこことここがなんか歪んでるから嫌だなとかっていう風にねなるかもしれないんですけれども、でも今ここだけを見てますからそうやって気になりますけれども、もっと大きくこれをこの画面を見るんじゃなくて部屋全体を見ながらこの画面を見たとします。そしたらそんなにこの微妙なズレ具合って気にならないじゃないですか、みたいな感じで、なんか気になる気になるっていうことを見ていくんじゃなくって、どっちかっていうと、あ、気になってきたな、そしたらもっと広い視野を持って判断してみようみたいな、遠くから見てみたら、あ、もう別にそこまで思うほどじゃないかみたいな風になったりするかもしれないんですよね。なんかそういう感じでちょっとまあ距離を置くというか、余裕を持つというか、スペースをね、はい、もっとしっかり持っていただいたらね、いいよっていうことで言われてます。なんか視野が狭くなればなるほどその均衡を保つのに結構難しい、整えても整えても整ってるのかどうなのかも分かんなくなってくる感じになるのでね、はい。なのでちょっと遠くから見て、いけてそうだったらいけてるってことにしましょうみたいな風なはい、感じでしていただくといいかなと思いますね。だから絵描く人とかだったらね、もうズームズームみたいな、今のねデジタルだったらズームズームズームして線の歪みをチェックしたりとか、でも結局見えるのはこんぐらいの距離なので、この一本の線がずれてるかどうかなんてわかんないじゃないですか、こうやって見てるだけなんでね、みたいな感じで、だいたいいけてたら OK なんだよっていうような、はい、感覚を持つとよりいいんじゃないかなと思いますね。すごくだからいいと思います、はいなんか何でも成功させれそうな気がしますね、そうやって全てをフラットにしていける方っていうのはね、はい。で結果見ていきたいと思います、はい。ストレングスの逆位置とワイルドが出ております、はい。今ちょっと疲れてるっていうの出てるので、まあ現状でね、なんかその崩れたっていうのもあると思うので、多分その突き詰めすぎたりとか、そこまでしなくていいことをしちゃってたりとか、自分じゃない何かにこう繕ってたりとか、なんかそういうことがあったりとかなので、疲れたっていうのがあると思うんですよね、はい。休息を、求めている感じが見えます、そう。なので本当に大海原、はい、海を見に行ったりとかして本物の水平線を見てみてください。実際本当にそれがまっすぐなのかどうなのかは見に行っ、なんだろうな、近くに見に行かないとわからないですけれども、でも水平線ってずっとどこまでも続くので、本当にそれが綺麗にまっすぐだったのかどうなったのかなんてはっきり検証できないじゃないですか。今ここから見てる距離のここが本当にまっすぐなのかどうなのか、そこまで行って確かめようって言ってもまたもっとまっすぐになる、どうなのかわからないみたいな、なんかそういうこう、ずっと続くようなことをどん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 突き詰めてみたいな感じになってると思うんですけど、今見た感じでまっすぐなんだったらそれでいいよねみたいな、はい、感じの感覚にねちょっと戻った方がいいよって感じなので、ちょっと一回力を抜く、リラックスする、はい、みたいな感じがいいかなと思います。だから、露天風呂とかで水平線が見えるやつとかでね、ああ、まっすぐだな、みたいな。ちゃんと平行だ、みたいな感覚をね、ちょっと取り戻すとよりいいのかなと思います。なんかね、こう、力を抜いてたりとか、リラックスした状態で、自分のね、その、均衡が保ててるみたいな状態が一番ね本当にいい状態なので、そのままでいてほしいっていうのをすごく言われてます、はい。でそんなね、B さんなんですけれども、ワイルドさもね持ち合わせているので、まあだから水平のため、だから自分が、決めた、希望通りのことであればそれを突き詰めるというか、まあだから
自分にとってこれが素晴らしいラインなのだっていうのを設けて、それを突き詰める。で、そのためならば何だってするみたいなぐらいの感覚なので、その需要と供給が合う場所、はい、仕事でも、パートナー的な存在でも、はい、が合えばすごくマッチする方なので、ちゃんとその相手に合わせないといいかなとかって思うんじゃなくて、自分を突き詰める。でも突き詰めすぎて、追い詰めないみたいな、はい。そう、そういう感じ。まあ、楽しく、うん、このぐらいしたいからするんだぜ、みたいな、こう、感じで明るく、はい、ハッピーに、なんかこう、体に力が入る感じじゃなくて、ゆっくり、ゆったり、リラックスしながら、自分はこうでありたかったんだよな、ふふふ、みたいな感覚でいてくださったら、本当にすごく素敵な方なので、はい。すべてが、いい風になると思いますので、そういうのを、ご理解いただければと思います。以上が B を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければ、チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。はい、それでは C を選んでいただいた方、見ていきたいと思います。本日のテーマは自分の魅力とは自己 PR というテーマでね、見ていきます。選択カードはこちら、ストレッチが出ております。はい、ストレッチ。 May you extend your reach というテーマカードですね。ストレッチ、まあ伸ばしていく。なんかね、その自分の手の届く範囲をどんどん伸ばしていけるタイプなんですね。だから、これやりたい、あれやりたいとかって言ったら、どんどんそれについて習得していったりとか、何でも伸ばしていける方なのかなという感じで伺えます。はい、そんな C さんの現状ね、見ていきたいと思います。はい。フェイスとザ・スターが出ております。フェイスは、信仰。May trust study? これ study って読むの？study? 勉強じゃなくて安定。え？安定ってこと。確かに、しっかりと、地道に、堅実、変わらない。難しい言葉ですね。安定。まあ、確実に進めていくことができているのかなという感じなんですね。フェイス、進行。こう、私はこうなっていきたいとか、こうなるぞ、これをしたいぞっていうことについて、どんどん、まあ、こう、手を伸ばしていってる状態というか、自分のその、正しい行い、自分にとって正しい行いをどんどんしている状態。はい。そう、希望に沿って進んでいる。この道を進んでいけば大丈夫だということを分かっている状態っていうのかな、という感じですね。なので、不純物とか、その浄化しなくてはいけないこととかを、今、浄化している、クレンジングをかけている状態っていうのかな。そう。なので、まあ、クレンジングしたら、汚れを、こう、浮かび上がらせて、で、それを流し取ったりしたら、本当に綺麗になるわけですよね。なんかそんな感じで今、浮かび上がらせている状態っていうのかな。その自分のその進むべき方向に進むために、はい、みたいな感覚があります。本当になんか今いい状態ですね。そんな C さんなんですけれども、はい、自分の魅力、もっとね、良くなっていくために PR していくところ、はい、聞いていきたいと思います。はい。ハングルマンとクリアーが出てます。May you see things as they are. これもちょっと翻訳させていただきます。
はい、物事をありのままに見るか、うん、まあクリアにしていくって感じですよね。はい、クリアにしていける方も本当にこれはこうだって思ったらそうだっていうことを分かってらっしゃる方、本当に分かりのある方ですし、ちゃんと信じて過ごされていますし、なんだろうな、何をしても何でもできちゃう人なんだと思います。なぜってできるって信じていけるから、そうだから、その、人間社会で生きていくと、なんか物事をありのままに見るっていうより、クリアにね、そのなんかそのまんまで見るっていうよりは、これってこうでしょ、ああでしょ、こうでしょ、ああでしょ、これはこれでこうで、こうで、こうで、こうかもしれない、こうでしょ、誰かがこうやって言ったらああでしょみたいなことってすっごいあるんですよね。でもそういうことを乗り越えてきた私はもう、自分の幸せをつかむためにしか判断しない、そういうフィルターを持ってるみたいな。今までだったらよくわかんないフィルターたくさんつけてたけど、今は自分を幸せにするためのことしか、こう、わかりませんみたいな。なので、本当に素晴らしい、状態になってるのかなって。なので、まあ、どこに行ってもね、何をしてても、本当に必要とされるべき人なんですけれども、あなたが行く場所、行く場所に、そういうことを、なんか、本当のこと？なんか、正当なこととか、本当に正しいこととかを見ないように生きていた人がたくさんいるじゃないですか、世の中にね。だからあなたが、これはね、本当はこうなんですよとかって言って回っても、あなたが悪にされてしまうみたいな感じなんですよね。だからすごい大変な人生だったと思います。Cさんはね。そう、でも諦めずにっていうかね、それでも私はこれが正しいんだと知っているから、それをこう、発信し続けるんだみたいな感じだったりとか、いろいろあったのかなと思います。本当に素晴らしい方なんですよね。なので、まあ、屈さずやっていってほしいんですけれども、そう、でもやっぱりこう妨害されることすごい多いんじゃないかなと思うんですよね。そう、でも負けじと私は私にとって正しいと思うことしか知りませんみたいな、わかりませんみたいな。なので、まあその占いだったりとか、こういうリーダーさんだったりとか、そういう相談を受けたりとか、まあなんかその発信者ですよね。私はこう思ってますみたいな、はい、そういうことをされている方なん、まあ、向いてるんじゃないかという感じでね、思います。はい。で、そんな C さんにアドバイスね、もっと良くなるためにしておくといいこと聞いていきたいと思います。はい。マジさんの逆位置と、ブリス。May you feel deeply and transcend。はい。なんかその、なんか見えたとしても見えるからと言ってそうですよって言っても変なやつだと思われ続けてきてたと思うので、なんか見ないようにしたりとかね、いくらこう乗り越えてきてたとしても、なんかそれを知ってる自分とか、それをなんか誰かに言うなんて、なんかまた気持ち悪がられたりとか、そんなこと言われたくないんだよとか、なんかまあいろいろとそういうことがあったと思うので、もう知らないみたいな、もうなんかこの自分の感覚を持ってるのが嫌だとかっていうのはやっぱ未だにまだあるのかもしれません。で、それをね、発表していくということもすごく恐ろしいことだと思うんですよね。だから昔とかだったら魔女狩りみたいなのがあったような感じでね、そういう素晴らしいパワーを持ってる人を不快に思う権力を持った者たちがあなたをこう貶めようとしてくるわけなんですよね。だからそういうのがあるから、ずっとずっとそう発信しないようにしてたとかね。なんかそんな感じなんだけれども、今なんかその嘘ばっかりをこう発信しても、なんかそんなに、なんだろう、その本来これが絶対正しいことだっていうことじゃないことを、あたかも正しいことのように発信している人たちがたくさんいるんだったら、別に、いいのかみたいな風にね、思っていただきたいのかなっていう感じですかね。なんか
ああみたいな感じにね思って、なんだろう、そう、なんか根深いんですよね、すごい深い深いところに。そんなことを、正しいこともね言うだけアホだみたいな、なんかそういう感覚があったりするんだと思うんですけれども、それをやりすぎるとね、こう攻撃を受けたりすることもあるかもしれないんですけれども、上手に少しずつ、表に出していくというか、それを求めてる人にだけ伝えたりとか、なんかそういう風な感覚でやっていくことが、C さんにとってすごくいいことにつながるので、でそれをね、どのぐらいの加減で出したらいいのか、どのぐらいでこう発表したらいいのかっていうことを考えることによって、自分自身のその部分としっかりこう向き合えますし、表に出すことによって形を変えて出していくので、いろいろとそのパワーが変わって発動されるかなっていう感じなので、ただただ正しいことを見えます、わかります、知ってますだけじゃなくて、それを使っていく形にシフトしていくことが、Cさんにとってすごい今後重要になるかなというか、なんかそれをすることによって本来の魅力を取り戻せる、パワーをね得られる、でそれを PR することによってこの世界で、ね、生きやすい、状態にね持っていけるかなと思います。やっぱなんせお金がいるのでね、こう生活するのに、なんかそれを出せばお金が巡るような形になるかなと思うので、今もね別にこう難なく暮らされてるとは思うんですけれども、もっとその本来自分がやりたいこととか、こうでありたいこととかに関して惜しみなく使えるぐらいの、そのそういう得るものっていうのが増えると思うので、やっぱその分出さないといけないっていうのかな、等価交換をしないといけないので、あなたがまず差し出さなければもらえませんみたいなことを言われております。で結果見ていきたいと思います。ジャーニーとジャスティスの逆位置が出てます。When you seek adventure. 面白いですね。旅に出ましょう。アドベンチャー、冒険にね、行きましょう。そう。本当は多分、楽しいこととか、もっともっといろんなことを知ったりとか、なんか海外もなんか全世界巡れるもんなら巡りたいとか、そう、お金のこととか、そういういろんなことがなければ、私は行けるところに全部行きたいみたいなぐらいのパワーを持ってらっしゃるんですよね。もう冒険したいみたいな。興味あるみたいな。でも、やっぱりその向こうに行った時にかかるお金だったり、向こうに行って過ごしてる時間の間、お金が発生しない。じゃあ、いけないよねみたいなんだったりとか、向こうでなんか病気したらどうするの、お金かかるよねとか、なんかすごいそういうのにね心配させられてしまうんですけれども、なんか冒険、旅に出ることを求めた方がいいんですよね。でやっぱそうやって冒険してればなんとかなるんですよね。みたいな感じなので、そう、先にどうなるかって考えるんじゃなくて、まず出たいということにフォーカスした方が、本当にいいのかなという感じなので、実際に体で冒険するっていうことももちろんあると思うんですけど、なんかこう、お仕事的なことだったり、いろんなね、事柄に関して冒険するみたいなことをね、求めてくださいねということで言われております。いろいろ挑戦することが C さんにとって開運というかね、それができる人なので、それをやらねば、ならぬみたいな感じなのかなということで言われてます。でジャスティスの逆位置もね一緒に出てるので、本当はなんかそのあなたは、評価を受ける存在だったりするのに、それをなんかその私はそうですっていうことを受け入れるのがちょっと難しかったり、なんかそうバレたくないっていうのかな、自分がそういう正しいことを知ってることとか見えたりすることとかっていうのを、もし知られたら、本当に知られたら
なんかいいように使われたりするのもみたいな、なんかそういう感覚があったりとか、まあなんかそういうその 前世とかなんかわかんないですけれども、魂に刻まれてる感覚がねあるんですよ。そういう特殊パワーを持ってれば持ってる人ほど出さないように、隠さないとみたいな感覚がね、出してはならぬみたいな感覚がすごいつきまとってきちゃうんですけれども、でもこれからはそれを使って冒険する、ターンに入っていくので、もっともっとそれをね、そうしないと生き残れなくなるような時代に変わっていくので、今のうちに私こういう魔法使えるのでパーティーに入れてくださいねみたいな、皆さん私を使ってくださいねみたいな感じの、システム作りというかね、なんかそういう形に入った方が生きやすいんじゃないかなということで、何かね参考にしていただければという感じでございます。以上が詩を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。